はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。ちび猫たちがね、餌場デビューしたんですが、ちび猫のためにね、ちょっと牛乳を与えてみたんですが、親が飲んでますもうどうしていいか分かんなくてね、子猫たちはきょとんとしてますけどね。手前の黒っぽいのも、これも三毛みたいな感じすんだよね。黒が多いんですけど、茶色と白がありますんで、この手前のこの子も三毛で、あと黒いね、黒ちゃんの後ろにいる2匹は間違いなく三毛だよね。はい、これが、はい、奥がオスで手前がメスですね、多分ね。はい、だいぶね、歩けるようになったんでね、夜中に緊急引っ越しさせましたんでねうちのばあちゃんに見つかって、家の中で飼ってたんですが、うちのばあちゃんに見つかってね、強制退去させられちゃいまして夜中に急遽引っ越しして、なんかね、うちの床下っていうかな、廊下の下がいくらか空いてるんですけどね、そこの発泡スチロールの箱の中にね、新しく移動したようですけど、まあ家の中の方が安全なんですけどね。うちのばあちゃんがどうも猫を目の敵にしちゃってダメですね。まあしょうがないね。ちょっとまだこの子たちは、おっぱい以外は興味がないみたいですね。クロちゃんがほとんど牛乳飲んじゃってますね。もうちょっと大きくなるとね、運動量も多くなるんでしょうけど、まあ人間でいうと1歳ぐらいでしょうかね。よちよち歩きくらいでね、やっとハイハイから立ち上がって、ちょっと動けるようになった感じかな。多分ね、20日ですとほぼ1ヶ月ぐらいなんのかな、生まれてね。多分そのくらいになると思います。あと2匹いるんですけどね、連れてこようと思ったんですが、どっかへ隠れてて出てきません。今度はアマちゃんが飲んでますね。今日時間があったらね、ホームセンターのペットコーナー行ってね、離乳食みたいなのあるかどうかね、確かあったような気がしたんだよな。でアマちゃんがうちへ、迷い込んできた時はこの子たちより もうちょっと大きかったよね。ただ何を食べさせていいかね、分かんなくてちょっと悩みましたけど、ドライフード食べられましたからね、アマちゃんが迷い込んできた時は。はい、お腹いっぱいになって移動していきますね。よっこいしょ。おい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 、アマちゃんが連れに来ましたね。ほら、カメラの下行っちゃいましたね。おい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 、俺んとこ来なくてもいいからさ、ママんとこ行きなここにいたらビデオ撮れないだろうな。よいしょ、ちょうどね、カメラの下へ潜り込んじゃってますね。よいしょ、ちょっとカメラを移動します。そうするとまたカメラの方へ来るんだよな今度は来ない。よいしょ、あと 2匹いるんですけどね、
ちっちゃい子は癒されるよね、子猫ってね。ただこの頃になると天敵っていうかね、他の猫に襲われたりするんで、ちょっと親は大変ですけどね。まあクロちゃんと2匹でね見てるようなんでね、多分大丈夫だと思うんですけど、あまり遠く行かないようにね。はい。まああと一月も経つとね、ほんと大きくなりますよね。まだおっぱい欲しいんだね。一匹クマちゃんのお腹にへばりついてますから。カメラがいいのかね。ちょうどカメラのスタンドの下へ潜り込んじゃってます。はい、もうお腹いっぱいになったら帰りな。はい、隠れない、帰ってください。このカメラの三脚の下がいいんだね、なんか知らないけど。ここにいたらビデオ撮れねえだろうが、ちょっと三脚移動します。ね、このくらいの年頃が何にでも興味持つからね、人間の子供と同じですよね。一番手前にいるあ、これと違うわ。あれ、どこ行っちゃった？オスは、オスは黒の脇だ。オスは黒の脇にいますね。はい、今こっち向いてますね。あ、やっぱりママのおっぱいが欲しいんだね。はい、ママのおっぱいを探してます。動き回るんでね、カメラで追いかけるのは大変なんですけどね。ね、でもアメショウがミケを産むっていうのはね、知らなかったですよね。で、ネットで調べましたらね、やっぱりブリーダーで売ってるのはミケのペア同士のミケらしいですね。ですから、たけし農場のように雑種から生まれたミケは、まあ商品的価値はないみたいですけどね。まあ別に商品的価値なくてもいいんですけどね、売るつもりないから。ミケはミケですからね。はい、じゃあ、フレームの外へ出て行ってしまいましたので終わりにしたいと思います。